単にまとめますと、うんうん、慢性的なインザグリップ状態に陥った時の反応としては、うん、人のあらを探す、うん、不審落胆、うん、おしなべて建設的でない態度、うん、他者に対する批判、うんうん、犠牲者的な態度、うん、落ち込み失望、人に対する攻撃と自分に対する攻撃を交互に行う、自信喪失と自分の能力の欠如感、うん、なんか最後に挙げた2行体調にあまり感じないんですけど、ね、自信喪失はありますよ。あるんですか？ありますあります。そんなに僕自信満々ではない。あ、そうなんですね。そうですそうです。何でもできるとは思ってないし、僕より優秀な人はもう腐るほどいると思ってるし、はい、僕なんかそんなにレベル高いとは思ってないし。なるほど。そんなでも生きてはいけるってとこですよ。あ、なるほどなるほど、うん、これなんか ISFP と INFP、うん、となんかちょっと違いそうですね、うんうんうん、で、バランスを取り戻す方法、うん、このタイプを思考する人たちは実際に、うん、しばらく流れに任せてじっくりと時間をかけることが必要であると自ら人に伝えることが多いように、そうしているうちにインザグリップ体験がいつの間にか終焉を迎えていることが多いと報告しますと、うん、しかしインザグリップ状態から抜け出すためにはその間強い後ろ向きの気持ちでいることを、うん、周囲の人たちが許してくれるような支えが不可欠となりますと。逆にインザグリップ状態にあるこのタイプの人たちに対して、うん、周囲の人たちが避けた方が良いことはなぜなのかの理由を問いただそうとすることです、うんうんうん、この場合強い怒りによる非難や拒絶が引き出されることは間違いないでしょう、うん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 、ISFP を志向する人たちはすでに確立されたスキルを使えるようなことを新しく始めることで補助機能の感覚機能と接点を持つことができるようになり抜け出すきっかけになりますと、うん、また INFP を志向する人たちは今携わっていることについて自分が関心を持てるような新しいアイデアを出していくことで新しいエネルギーや、やる気を獲得できるようになりますと、うん、さらに ISFP にとっては自分にとってわけのわからないことを解き明かしてくれる事実を発見することが、うん、そして INFP にとって新しいものの見方を導き出してくれる意味のある洞察を得ることが、うん、インザグリップ状態から抜け出すきっかけになりますと、うん、なんでヒントと対策としてまとめられているのは、うん、憤りを表現するときは人から見えないところでする、自分が本当に大切にしたいこと、思いや価値観、うん、そして自分が今優先したいことをじっくりと考える、うん、遊びの時間を作りリラックスできることをする、うん、親しい友達や仲間と話す、必要なだけ一人の時間を取る、うん、何が良くないのかよりも何が良いかに意識を向け直す、うん、とあります。はい、時々さん、私は感情をぶちまけた後無言になって終了、うん、僕は最近感情は出さずに、うんうん、無言です。最初から無言無言、うん、だ結構家族にはからかわれます、うん、だからもういいって言うんですね。あ、分かった、もういい、よく言いますね。ここでもここでもやる。はい、もういいですは言うですね。あ、そのなんだろう、そう、怒ってもいいっていうか、はい、もういいってなりますみたいな、もういいってなりますみたいなことをよく言う、はい、もういい、本当にもういい、もういいってなるんです。家ではもっと冷たい感じで言います。分かった、うん、もういい、うん、黙れ、うん、これ以上何も言うな、うん、あれ時々のさんの無言の圧力が、うん、私の母親と全く同じ藁と、うんうん、これは我々の気をつけるところですね、はいはい、うん、この苦手な内向思考を使う、うんうん、はい、気をつけます、はいはい、なのでまあこのまとめとしましては、うん、劣等機能が勃発するきっかけは、うん、否定的な姿勢と過剰な批判、うんうん、大切にしている根本的な価値観に対する侵害、うん、多分ここですね、うんうんうん、はい、でこのインザグリップ状態に陥った時に見られるパターンは、うん、攻撃的な批判と軽率な行動、うん、バランスを取り戻す方法としては自然と、まあ、こういった部分が消えていくのを待つ、うん、で周囲の人たちには、まあ、こういったところがあるんですと許してもらう、受け入れてもらう、うん、で理由を問いたださないで、う
まあ、そうですよね。感情ですから、はい、怒ってるのが。あとは何、うん、あ、そう、理屈じゃないんですよね多分、うん、うまく説明できるわけないですよね。うまく、そう、なんかそれは嫌だって話ですからね。なんで嫌なのって言われても余計にそれわかる、うん、なんで嫌なの一個ずつ言えってかそう、嫌なんだよって話じゃないですか。もうそれはもう限りないし、なんて言うんだろう、あ、よくあるのが、うん、要はこっちは人のことを傷つけたくないんですよ、うんうんうん、要はこれ、この感情って、うんうん、あなたのとっての悪いことも含まれてますよ、そう、そうで、うん、これをなんて言うんだろう、あなたにも言いたくないし、うん、でそれをなんか、うん、そういう討論が大事でしょっていう人もいるじゃないですか、はいはいはい、うん、そうやって人って仲良くなっていくんでしょ、うんうんうん、税もいるわけじゃないですか。いますね、殴り合いっていう人もいますからね、はい、でも僕はそうじゃないんですよわかりますよ、傷つけるそう言葉を話すわけですからね。僕はそう、傷つけたくないんだもん、うんうんうん、で傷つけられたくないし、うんうん、で傷つける言葉を言えば、はい、傷つく言葉が返ってくるじゃないですか、はい、で余計に腹が立つじゃないですか。そうだから嫌だって言ってるんですもんねそう、あ、もうめっちゃ、あ、これめっちゃわかるめっちゃわかるそれ、うん、うんうん、そうなんですよ、はいはい、喧嘩なんて必要ないんですよ、うん、あ、税なんです僕も、感情だから多分、はいはいはい、でまあ、ただ劣等機能がもう限界までいくと、はい、言い出すって話ですよね。もうその時はそうです、ね、もうこいつとは切れてもいいですもんね。そう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 、わ、はい、かる、うん、わかるわ、そうですね、うん、はい、でインザグリップから学んだこととしてあるのは、うん、権力に対する自分の欲求を受け入れる、うんうん、できることとできないことを認識する、うん、自分の内面で作り上げた世界が現実であるとするのではなく、うん、現実との設定を見出して極端な理想に走らないようにしようと感じましたっていうのが書いてあります。わ、うんうん、かりますね、なんか、うんうん、そっか今ちょっと分かった気がします。はい、はいはい、うん、なんか自分のことを棚に上げて、うん、なんか聞こうとしちゃう部分があるので、あ、はいはいはい、なんでなんでって、うんうん、そう、はい、まあ、感情ですからね、嫌だっていう感情、はい、そっか、うん、で特に思考の人とかって、はい、でもそれってこういう風にするといいんじゃないのとか言うじゃないですか、簡単にね。そう、はい、でそれはもう分かってるって話ですからね。それは分かってて、でも自分はこれがやりたいんだでこれをやってるのを、はい、でもこっちの方が効率がいいじゃんって言われても余計に腹が立つだけなんですよね、はい、あと、まあ僕がそういう時になるのは、うんうん、そっちの方がいいでしょ、うん、っていうのが来たとして、うん、そっちの方がいいなと思っても、うん、絶対にやらんです。あ、うんうん、もう絶対にやらん、そんなの、うん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 、俺はこっちのやり方でやるもんね。はいはい、うん、まあ、そういうとこですよ、はい、だってこれがやりたいんですもん、あ、僕の場合は、はい僕はこっちがやりたくないになるんです、はい、あ、もう、はいはい、うん、そうですね、うん、いろんな人がいる、はいはい、友知さん、うん、説明は苦手ですと、うん、あ、わかる、感情が収まるといろいろ反省して、うん、ダメだな私ってなる、うん、でしまうので絵を描いて感情を処理すると、うん、落ち着いてくると、うんうんうん、はい、まあ、この感情の処理の仕方はまあ僕とはちょっと違うんですけど、うんうん、NF アポロンですかね。そうですね、うん、はい、斉藤さん、やばい時は映画アニメ小説等の内面感情に浸れる世界に逃げますと、うん、なで忘れるのを待つって話ですよね、はいはい、きっと、うん、僕そういう時にね、そういう映画を見ちゃうとね、うん、入ってくるからダメなんですよ、はい、楽しいのを見たらいいんじゃないですか、アホ臭いの。あ、だからそういう時は僕はあのあれですよ、それこそあの軽音ですよ、あ、軽音はい、まあそういうのをほのぼのするやつ、はい、もう何にもないやつ、何にも起こらないやつです、うん、はい、っていうところで、うんうん、いや今日も、はい、分かりみの深い、まあ、自分で言うなんですけど、うん、はい、はい、いい動画が、はい、できたと思っております、うん、あの内向、まあ前の動画でも話しましたが、うん、この外交の僕からすると、うんうん、内向の人たちは、うん、みんな同じ箱だったんですね、はいはいはい、内向ボックスだったんですけど、うんうんうん、違いますね、いろんな箱があった、いろんな箱があった、はい、はい、で同じように外交もいろんな箱があるんでしょうね、あるんでしょうね、うん、はい、
カオル君、 TI も一から説明するから長くてある意味で説明下手、分かりやすく簡潔にではないって話ですかね。はいはいはい、はい、得意分野はその場その場で対応できますけどね、あ、まあそうかもしれないですね、はい、素人が分かりやすく、素人に分かりやすく簡潔に伝えるのが苦手みたいな、はいはいはい、専門っぽく、はいはい、あ、ともっちさん、私もやいやい怒って無言になって反省して、さっきはごめんと謝る一人芝居、一人芝居、一人相撲ですね、一人相撲は、まあ、そう僕もよくやる、はいはい、ま、ごめんなさい、なんか論理的には説明できないけど、気をつけようってことですね。まあそうですね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。